皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回は3月に入りました。もう春が目前ですね。3月の観葉植物の管理方法をお話ししていきたいと思います。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。3月に入って私の住む関東ではもうね、着実に春が来ていることを感じるような陽気になってきました。日照時間も伸びて気温もね、若干上がり始めて、ポカポカ陽気な日も出てきた今日この頃なんですけれども、皆さんのご地域はどうですかね。3月に入り徐々に春を迎え始めるシーズンになると思います。この3月っていうのは春を迎えるっていうところで、これを植物も感じて徐々にね、冬の管理から春の管理に移行する1ヶ月にしてほしいので、ここで気をつけてほしいポイント、あとはね、してあげてほしいことなどお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、冒頭でもお伝えしましたが、3月は観葉植物が春を感じて徐々に動き始めるシーズンです。なのでここで私たちも春の管理に移行する必要がありますが、これもね、徐々にそれも一株一株、同じようなタイミングというよりかは一株一株自身の目覚めるタイミングを今見計らっている時期なので、このね、あ、目覚めたなっていう植物と、まだちょっと春を感じていない寒さに耐えている休眠状態の株が数株ずついると思いますので、これを新芽が動き始めただとか、あとは土の乾き具合などで見極める必要があります。観葉植物が春を迎えると徐々にね、根っこがまずは動き始めます。根っこが動き始める、根が伸び始めて吸水がぐっと早まると、ここは土の乾きが早くなるっていうところで、水やりのスパンもこの冬の期間、締め気味に育てていた方は1週間に1遍、10日に1遍ぐらいの水やりだったものが、これは土の乾きに合わせて徐々にこう狭めていくっていう時期になります。これはね、まだ3月に限って言えば2、3日に1度などのすごい早いようなスパンに短くなるっていうことはないと思うんですけれども、確実に春は近づいています。水やりのスパンも短くなってはくるので、ここはじっくりと観察をして土の乾き見極めていきましょう。ここでね、せっかく目覚め始めた植物、水を欲しがっているタイミングで水がないっていう状態になると、これは水切れ、そして水枯れの原因になりかねません。しっかりと植物の表情を見て、土の乾き具合を見て、水やりは再開するようにしてください。また冬の管理期間中に私がお伝えしているのは、たっぷりしっかりの水やりをあげた場合に、冬の間は1週間で乾かないようであれば、水やりの量を減らして根腐れを防いでくださいっていう方なお話をしています。これを実践している方は水の量自体も減らしているはずです。夏の成長期に向けて、本格化する成長期に向けて、たっぷりしっかりの水やりに移行するときには、この3月暖かくなり始めた、春を迎え始めた今、急にまた水の量を増やしてしまうと、まだすぐ乾くような環境には早いので、たっぷりしっかりの水やりがまだこの根腐れにつながる可能性がある時があります。なのでその場合を見計らって、水のあげる量もまだ調節していく。半分 50% だったのが、じゃあ 65%、75%、80% に徐々に上げていく、量を増やしていくっていうタイミングと、水のスパン、これをね、1週間に1度乾く量が徐々に増えていく感覚だと思ってください。半分ぐらい上げていたものが1週間で乾く、今度はね、1週間で乾くと思って上げていた量が5日で乾いたであれば、もう今植物は根から吸う水分量が増えている合図なので、ちょっとね、水を増やすっていう形で、徐々に水の量を増やす、スパンもだんだん短くなる。まだ3月の間はね、1週間に1度乾く程度でいいと思いますが、夏の成長期などはね、1週間から5日になって、4日になって、3日になってっていう形で徐々に短くなるので、今この3月から春を感じさせて、水やりの量どんどんね、成長期に合わせて調節をしていきましょう。でね、根っこが動いたっていうことは、植物が成長を始めます。生きながらえる生育ではなくても、成長を始めるので、新芽が出てきたり、あとはね、ものによってはね、ちょっとお花の準備をしたりとかね、季節に合わせて植物が春を迎える準備を始めるので、新芽の展開にもしっかりと注意をしてあげてください。新芽が動き始めているものは水分も欲します。
栄養分も欲します。ですがこの3月はまだね、肥料は与えなくていいかなと私は思っています。観葉植物が元気にすくすく成長する時期っていうのは20度から30度のこの適温の間に外気がもう少し上がってからでないと、この20度から30度っていうのが最低気温最高気温を含めまだ入らないご地域が多いと思うので、3月はまだ肥料は与えなくて大丈夫です。私が住む関東ではだいたいね、3月の20日以降下旬にですね、桜の開花宣言っていうものを、まあ、ニュースで聞きまして、この桜の開花宣言っていうのはね、あの20度っていうボーダーラインをね超えて桜っていうのは動き始めるんですけれども、これをね桜が感じ始めたよっていう時期に、観葉植物も動き始めると思います。なので3月、これ冒頭に見ていただく方が多いと思うんですけれども、3月下旬になってくるとこのね気温がだんだんと20度を超えて暖かな春、本格的な春を迎えるシーズンになると思うので、下旬からね徐々に地耕性の肥料、もう4月からでもいいと思うんですけれども、おそらく私は4月のまた管理方法でお話しすると思いますが、地耕性の化成肥料、タブレット状だったりね置き型のもの、徐々に始めるのが、まあ、3月後半から4月の上旬っていう風に覚えておいてください。あとはね、この季節になってその新芽が動き始めるっていうタイミング、温度が上がることで若干ね虫の発生もそろそろ気にする時期かと思います。なのでポカポカ陽気でちょっとね外に出せるような日があれば、その日を目安に水やりをするのと同時に1回ね消毒してあげるのもいいと思います。住友化学さんから出しているオルトランを散布してあげたりとか、ベニカなどの防虫対策、殺虫ではなくて防虫対策ができるものを屋外でしてあげて、それをまあね室内に取り込む。まだ朝晩の冷えは厳しいのが3月なので、そのね寒い時間帯には外に出さないっていうことを目安に、ただ水やりをした日に外のポカポカ容器の中、そよ風に当ててあげて土の乾きを促す、そのタイミングで一緒に防虫対策もしてあげて、これから発生するであろう虫のね対策を事前に行うっていうのも一ついいと思います。結構ね3月の後半になると外でね蝶々が飛んでるよとか、テントウムシ見つけたよなんていう春の便りがちょこちょこ聞かれることもあると思うので、まあねそれに合わせてね観葉植物で気になる虫もだんだん出てくる可能性がありますので、事前の予防をしていきましょう。あとはこの春の目覚めのシーズンになって植物がね動き始めるのと同時に、冬に傷んだ葉っぱっていうのは顕著に枯れてくることがあります。冬に古い葉っぱ、下葉などが枯れてくるっていうのは植物が生命維持のために行うっていうのはあるんですけれども、それにプラスして新芽の展開、3月は新芽が展開する、動き始める、この新芽の展開とともにねまた古い葉っぱがポロポロっと落ちてくることがあります。これはねもう新陳代謝で、新しいものを生み出せば古いものは排出する、それがもう植物ですので、古い葉っぱはもしねポロっと落ちないようであれば、こう私たちが、ね処理してあげてもいいと思います。今度ね剪定する場所なんかも動画でお伝えしようかと思うんですけれども、古い葉っぱの処理っていうのはこの3月もしくはね4月の頭ぐらいに行ってもらっていいと思います。切り戻しだったり形を整えるための剪定などをするのは、まあね、5月6月もう少し暖かくなってからを待っていただいてもいいと思うので、3月に関しては古い葉っぱの処理、弱ったもの、枯れた葉っぱの処理だけにして植物の形整えてあげて、春そして4月からの暖かいシーズンを待ちましょう。あとはね3月に気をつけてほしいこと、これは、気持ちの問題なんですけれども、まだ若干本格的な春には早いんです。なのでここで急にね、あ植物動き始めた、水やり再開だって言ってたっぷりしっかりの水やりを急に与えてしまったりだとか、急に外に出してポカポカの日光浴をさせて照度を上げたりとか、外の外気に触れさせたりと、急な環境の変化っていうのは与えないようにしていきましょう。3月のこのちょっと日差しが優しくなって暖かくなってくると、私たち自身は嬉しくて、植物にね冬我慢させていたところを一生懸命環境を変えてあげようとして、日に当てたり水をあげたりとお世話をしたくなるのがこの3月なんですけれども、まだこのね寒の戻りがあったり気温の変化、朝晩は寒かったりと、ちょっとね本格的な春っていう風には難しいので、3月の間は場所の移動はまだ控えてもらう。先ほどお伝えした防虫対策で外に出すよだとか、あとは水やりしたその日だけ
て若干ね風通しを良くしたいので外に出すよっていう場合には外に出してもらうちょっとしたね移動であれば構わないんですけれども、急に日当たりのいいところに移動するだとか急に屋外管理に移行する、これはね避けていただいて、室内でもちょっとずつ明るさを変えてあげる、屋外に出す場合にもまずは2時間外に出してみて外の風当てる、水やりの時にちょっと乾かす程度に外に出す、そしてまた室内に戻して、どんどん気温が上がってきたらその時間を伸ばしていく、最終的には屋外管理に移動するっていう形で、環境は徐々に徐々に変えてあげないと観葉植物にはストレスに感じてしまって枯れの原因につながりますので、3月はまだ冬と春が混在するこの微妙な季節と捉えていただいて、観葉植物の生育方法もちょっとだけ春に移行する感覚で、急な環境の変化、急な管理の変化はさせないように、これだけね注意してあげてください。結構ね私ね春を迎えてもうねこっちがルンルンになっちゃうんですよね。植物の動きを見ると嬉しくてつい手間をかけてあげたくなってしまうんですけれども、3月はもうちょっと待ってください。4月5月そして6月絶対に植物は元気な姿を見せてくれます。成長期をゆっくりと待つ1ヶ月私と観葉植物と共に過ごしていきましょう。はい、では今回は3月の観葉植物の管理方法をお伝えしてきました。3月は私たちも羽織るものがちょっとね薄手になったり、外で春に芽吹く草花を見かけたりとか、あとはね室内の観葉植物が動き始める、ちょっとねワクワクする1ヶ月になると思います。このワクワクの1ヶ月に皆さんが失敗しないように、徐々に環境の変化、徐々に育成方法を移行する、これを覚えていただいて3月の観葉植物の管理整えていきましょう。はい、今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録もお待ちしております。はい、くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺でバイバーイ。